藤原徳子英略元年11月23日は、日本の第74代天皇、羽天皇の皇后、この上天皇の聖母、女院、院号は美福門院、藤原北家松茂流の生まれ、父は県中納言、藤原長美、母は左大臣、源、年房の女、雅子、鳥羽天皇上院謀の長妃であったが、大乗天皇の記載として、 異例の、皇后に立てられた。永久五年に生まれ、父の障害を一心に受けて育った。長日は、ただ人にはえゆるさじと語り、臨終の間際には、最愛の女子一人のこと、片時も忘れるるなしと落類したという。父である、長日は、祖母にあたる藤原親子が、白川上皇の乳母であったことから恩恵をこむり、白川院政紀には、 院の近親として活躍した人物である。父の死後は二条までの工事邸で暮らしていたが、長生三年に、芝上皇の長愛を受けるようになり、法園元年12月4日に、明らし親王新能を出産する。法園二年4月、十三日に除された。法園三年、古内新王を産んだ後、法園五年5月18日、待望の巫女、大人新王を出産した。 同年8月17日、芝上皇は体ひとし新皇を、ストク天皇の皇太子とする。体ひとし新皇の立太子と共に徳子は、女王子となり、聖妃の秋子をしのぐ権勢を持つようになる。法宴六年には、ストク帝の第一を王子、茂人親皇を養子に迎えた。英治元年12月7日、芝上皇は、ストク天皇に上位を迫り、体ひとし新皇を即位させた。 カラダヒトシシンは、ストクテイの中宮の藤原聖子の養子であり、皇太子のはずだったが、上位の戦病には、スメラフトウと,と記されていた。天皇が弟では、将来の陰性は、不可能であり、ストクテイにとって、この上位は、大きな遺恨となった。この絵定即位の同年、徳子は国母であることを根拠に、異例中の異例として、上皇の日ながら、皇后に立てられる。 皇后宮大部には、源正貞、県大部には、藤原成道が就任した。徳子の周囲には、いとこで、芝上皇第一の長身である、藤原家成や、遠籍関係にある村上源氏、中見門流の苦業が集結して、政治勢力を形成することになる。直後の英治2年正月19日、皇后徳子図書事件が発覚したことで、大権門院は、 出家に追い込まれ、徳子の地位は盤弱なものとなった。旧安5年8月3日、美福門院の院号を宣言された。旧安4年に徳子は、いとこの藤原これ道の娘、姫子を幼女に迎えた。藤原頼長の幼女、他氏が、この上天皇に受代することを、蕎麦法王が承諾した直後であり、当初から他氏に対抗して受代させる意図があったと、見られる。 旧安六年正月、このえ天皇が元服すると他史が受代して、女王となるが、二月になると、姫めも、関白、藤原忠道の幼女として受代することになり、藤原忠道は、蕎麦法王に、石官以外の者の娘は、立候補できないと創上した。忠道は弟、頼長を養子にしていたが、実施、元ザネが生まれたことで石官の地位を、 自らの子孫に継承させることを望み、徳子と連携することで石棺の地位の保持を図ったと考えられる。3月14日に他氏が皇后になると4月21日に締め子も受代して6月22日に立候中宮のとなった。徳子は大権門院と同じ官院流の出身である他氏よりも自らの幼女である締め子に親近感を示して、 早期出産を期待していた。二平二2年10月の解任着退は、特子の沙汰で行われ、12月に、しめ子が子産所に退出すると、当身後ふっつご隊を増留して、安産を祈願している。しかし予定日の翌年3月を過ぎてもしめ子は、出産せず、僧侶が連日の祈祷を行うも効果はなく、9月に解任は、誤りであったことが判明して、祈祷は止められた。 12月にしめ子はご三女から代理に関係する。周囲の期待に促された、創造妊娠だったと思われる。巫子出産の期待を裏切られた徳子は、ただ道と組んで、意にかなう、後位継承者を求めて、動き出すことになる。92年7月23日、病弱だった、この絵天皇が崩御する。徳子には、養子として、ストック上皇の第一王子、 重人親とと、正人親との息のわらべである孫王がいた。このうち後者はすでに仁和寺の里市政い方しのうもとで出家することが決まっていたために、重人親とが即位するものと思われた。しかし、後継天皇を決める王者議定により、孫王が即位するまでの中継ぎとして、その父の正人親とが立退ししないまま二十九歳で、即位することになった。 背景には、ストック上皇の陰性によって、自身が成虫されることを危惧する、徳子、父、藤原忠実と、弟、頼長との対立で苦境に陥り、また、ストック院の長愛が聖子から、表衛左曲に移ったことを恨む藤原忠道、正人新郎の乳母の夫で権力の掌握を目指す、新税らの策謀があったと推測される。8月4日に、の寺から戻ったは、 9月23日に、新王宣言をこむり、森人と命名され即日立、大使、12月9日に元服、翌年3月5日には、徳子の娘、古内新王を日に迎えるなど、徳子の全面的な支援を受けた。時を、同じくして世間には、この上天皇の死は、図書によるものという噂が流れ、図書したのは、藤原忠より長不死であると徳子と、 藤原忠道が、芳葉法王に残言したため、頼長は、内乱を停止されて事実上の失脚状態となった。こうして、皇位継承から排除され不満が募る守徳上皇と、徳子によって失脚させられた、藤原忠実、頼長が結びつき、芳葉法王が崩御した、直後の法言元年7月8日、法言の乱が勃発する。徳子はすでに落職していたが、 この乱においては卓抜な戦略的手腕を見せ、茂人と新の目のとごゆえに、芝法王の異名では、名が挙げられなかった、平の清盛兄弟をも承知し、後白河天皇法の最終的な勝利へ導いた。乱後は新勢が国政を担ったが、徳子はかねてからの念願であった自らの養子、主人新郎の即位を新勢に要求し、方言3年8月、ふっつとふっつとの表情。 すなわち、神勢と徳子の協議により、主人親王の即位を実現させた。しかし二条天皇の即位は、神勢一門、二条新政派、後白川陰政派の形成、対立を呼び起こし、平治の乱が勃発する原因となった。徳子は、平治の乱の収束を見届けた後、英略元年11月23日、44歳にして、 白川の今後をマッサルイン御所において奉御した。なお、鳥羽法王は、法縁五年に、鳥羽の安楽樹院境内に、三重塔を築いて、そこに、自らの遺骸を収めるようにしていたが、旧安四年頃には、徳子の死後にその遺骸を収めるようにと、本五島の南東に徳子の墓所として、三重塔を作っておいた。ところが、徳子は、新五島に入るのを拒否し、高野山に、 自らの遺骨を治めるように言い残して放行し、遺言通りに仮装して遺骨は高野さんに治められた。この時、本後党と新後党を管理する天台衆が新後衆に抗議したが相手にされず、せめて文骨だけでも治めてほしいとの妥協案を提示してみたが、やはり無視されてしまった。なお、そもそも受け入れ側の高野さん自体も女人禁制であるため、 遺骨とはいえ女人の骨を受け入れても良いものかと、その妥当性が問題にされた。その後、慎吾等には、この上天皇の遺骨が収められた。ありがとうございます。